マリア・カロリナ・ソビエスカの母書の彫像、マリア・カロリ、ポーランド王・ヤン三世・ソビエスキの孫娘。フランスの上級貴族ら、トゥール・ドーベルニュケにカし、ブイオンコープ人となった。フランス5名は、マリー・シャルロット・ソビエスカ。ヤン三世の長男で、オアバ公、ヤクプル・ドビク・ソビエスキとその妻で、プファルツ先帝公、フィリップ・ビルヘルムの娘であるヘイトビヒ・エリーザベトの、 間の三女として、シレジアのオマバで生まれた。妹のマリア・クレメンティナは、ジャコバイト王位請求者、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートの夫人である。裕福な女子相続人として幼い頃から、ヒクテ・アマタで、グアスタル・ラコー・アントニオから求婚されたものの、彼の精神異常を理由に断っている。母の実家のオイブルク・アンデア・ドナウを訪れた際、 またいとこにあたるラジビウ家の当主ミハウ・カジミエシュ・ラジビウ、公爵と恋仲になったが、父にはミハウとの結婚を許されなかった。昇進のカロリナは、修道院に入ろうとしたが、いとこの神聖ローマ皇帝カール六世に引き止められ、皇帝の選んだ相手と縁組みをすることになった。皇帝がカロリナの突ぎ先に決めたのは、ラ・トゥール・ドーベルニュ家の父であるトゥレンヌ公、フレデリック・モーリスだった。 カロリナは1723年8月25日にノイスで代理結婚式を行い、9月20日にストラスブールで正式な婚礼が取り行われた。ところが結婚からわずか10日後の10月1日に夫が急死し、カロリナは未亡人となった。7ヶ月後の1724年4月2日、カロリナは暴風の弟シャルルゴドフロアと結婚したが、 結婚生活は不幸であり、カロリナはフランスを去って、シレジアに戻った。1737年には、父から相続した獣キエフに移り、この所領の所有権を守ろうとした。父の死後、オアバの所領も相続した。カロリナはポーランドに持つ所領を、ソビエスキ家の演者で、昔の恋人でもあったミハウ・カジミエシュ・ラジビウに相続させることに決めている。また、造車の一部を、 ザウスキ図書館に寄贈している。1740年に死去、ワルシャワの聖カジミエシュ教会に葬られた。心臓だけは抜き取られて、先祖の眠るジョークバの教区教会に安置された。1746年には、ミハウカジミエシュラジビューによって、聖カジミエシュ教会に肖像が彫り込まれた棒碑が設けられている。2番目の夫ブイヨン公爵との間に一男一女の二人の子女を設けた。 ありがとうございます。